皆さんこんにちは。今回は DTMF 信号を解析するために開発した装置を紹介します。この装置は M8870A モジュール、 Arduino 1602ALCD モジュールを使用して DTMF 信号のシーケンス、トーンの遅延を表示するものです。この後装置の詳細な機能と動作の様子を順を追って解説します。まずは M8870A モジュールの動作をアップで見てみましょう。 DTMF 信号を10ハッシュタグの順番で鳴らし、その際の M8870A モジュールの LED の光り方を確認します。このモジュールは DTMF 信号を受信すると対応する信号を2進数に変換し LED で表示します。装置全体の構成をお見せします。ここではArduino M8870A モジュール、 1602ALCD モジュールがどのように接続されているかを確認できます。各モジュールは以下のように接続されています。 M8870A モジュールは DTMF 信号を受信し、それを2進数データとして Arduino に送ります。 Arduino はこのデータを受け取り、 1602ALCD モジュールに表示します。DTMF 信号を 100ms 間隔で鳴らしても正しく数値を読み取る様子をお見せします。短い間隔で鳴らしても装置が正確に信号をキャッチし LCD に表示できることを確認します。これにより装置の高い精度と信頼性が証明されます。いかがでしたでしょうか。この DTMF 信号解析装置は電話システムのデバッグやセキュリティシステムの設定、教育や研究、DIY プロジェクトにおいて非常に有用です。興味のある方はぜひ試してみてください。また詳しい解説、各機器の接続方法などは動画の概要欄からブログにアクセスしてください。それでは次回の動画をお楽しみに。この動画のナレーションは音読さんのななみでした。